皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、ちょっと JR さんの方にちょっと考えてほしいな、物申したいというか、やっぱり改善してほしいなということをお話ししていこうと思います。このお話を聞いた上で皆さんのご意見というか、そういうのもぜひコメントに書いていただきたいなと思いますので、ちょっといろいろ考えながら聞いていただけたら嬉しいです。年末ですね、12月25日の日に私は福岡から地元の山形に帰ろうと思って、航空券を手配してました。で、天気がね、日本全国的に大寒波だったっていうこともあって、結構欠航とかが相次いでたんですね。で、福岡羽田は飛べたんですけど、羽田庄内、私の地元の庄内空港が私が乗ったその夕方の便は結局庄内まで行ったけど、滑走路に降りることができず羽田に戻ったんです。で、最終便が8時20分でもう1本あったんですけども、そちらも一応飛ばすということで、飛行機に乗ってチャレンジしたんですが、やっぱり滑走路には降りれず、また羽田空港に戻ってきたというような、出来事があったんですね。で、私はその次の日にお昼入りで、山形の方で仕事があったので、どうしても朝帰らなきゃいけない、朝着で帰らないと間に合わない、じゃあどうしようかってなったら、もう新幹線しかなくて、新幹線を手配しようと思ったんです。で、最終便が羽田空港に戻ってきて、何やかんや手続きが終わったのが夜の10時半だったんですね。で、そこからじゃあネットの方でチケットを手配してみよう、新幹線のチケットを手配しようと思ってみたら、新幹線のチケットっていうのはその乗車日から乗車日の1ヶ月前からネットで予約できて、2日前までしかできないんですよね。なので前日予約とか当日予約っていうのは、車いす席はネットでは行えないというような形で書いてありました。じゃあ直接電話をして予約しようと思って、コールセンターの番号を調べたら、一応夜の12時まで営業やってますよと書いてあったので、11時前ですねに電話してみたら営業時間がもう終わってますっていうアナウンスが流れたんです。おい、12時までじゃないんかってまず思って、で今度は直接東京駅の緑の窓口の電話番号を調べて、そこがGoogle に載ってる営業時間が、夜の11時までとあって、電話をかけるタイミングが11時2分とか3分とかだったので、出るかなって思って電話したら出たんですよ。で、チケット手配したいんですっていうことを言ったんですが、その方はチケット手配担当の方ではなくて、その担当の方に内線回しますっていうことで回してもらったんですけど、その時点で11時5分かな、内線に出ることはなく、やっぱり明日の朝また電話をしてチケット予約してくださいということで、電話を切って、で私はまず東京駅に向かわなきゃいけないなと思って、空港から電車に乗って、ホテルも手配しないといけなかったので、もうクリスマスの夜にもう結構どこもいっぱいだったんですけど、まず寝れればいいやと思って、東京駅のより近いところにねホテルを手配できたんです。で、その Google さんの営業時間のところには、緑の窓口が5時半から、開いてきますよっていうふうに書いてあってたので、朝5時半に緑の窓口に電話したら、営業時間が6時からですっていう風なアナウンスが流れて、なんか全然もう表記どこも全然違うなって思いながら、6時で電話をして、車椅子席山形新幹線のその当日のね8時の便で乗りたいんですけど予約できますかという風に聞いたら、やっぱり原則は2日前までの予約になってるので、当日予約はできないと、窓口の方まで直接来ていただいて、席が空いていたら購入できますよということを言われました。じゃあその8時の便は車椅子席空いてますかと聞いたんです。そしたら、その空いてる状況も電話ではお伝えできません。窓口に来ていただいて問い合わせていただいて、空いてたら買えるっていう状況になります。なんかそういうことを言われたんですよね。まあもう100歩200歩譲って予約できないのは分かりました。それはもう仕方ないし理解できたんだけど、なぜ予約状況は教えてくれないんだろうと思います。もし仮にじゃあ8時の便に乗ろうと思って行って空いてなかったら、私はそこでずっと待つことになるわけですよ。それこそ仕事にももう間に合わないというふうに確定しちゃうので、なんでそのダメなんだろうなって思いながら、そこででも時間を取ってたら、私が緑の窓口に行く時間が遅くなっちゃうので、そんなにこう深くは聞けなかったんですけども、じゃあ何時間前まで行けばいいですかっていうふうに聞いたら、8時の便なのでまずはこういう混雑の時期でもあるから1時間前くらいには来てほしいですっていうことで、でも電話してる時間で今6時半過ぎくらいだったので、もう行かなきゃやばいじゃんみたいな状態で、ちょっとでも早く東京駅に向かって窓口に行ったら、グリーン車だけ車椅子席空いてたので、そのチケットを取ることができて、無事にお仕事の方にはね間に合ったんですけど、その新幹線って、やっぱり結構手軽に乗れるものだと個人的には思うんですよね。で車椅子席って自由席ではなく指定席なので、指定席なのに予約状況を教えてくれないし、行って空いてたら取れますっていう状況ってなんかどうなんだろうって、なんか自由席みたいな、なんかそんなような扱いがあるのかなと思いました。で車椅子席って本当に新幹線の中でこう数が少なくて結構問題になってたんですが、最近ね車椅子席をたくさんこう確保した新幹線も出てきましたが、やっぱりその予約状況のシステムをもうちょっと変えてもらわないと、なんか結構使い勝手が悪いなと個人的には思います。車椅子席を予約する時って、ネットで予約はできるんですが、普通のネット予約をするよりも結構手間なんですよね。まずは自分が希望する新幹線の時間とか日付とか何号とか全部入れて予約しますっていう風にネットでします。でそうすると空いてるかどうか、チケットが取れるかどうかっていうのはすぐ分かるわけではなくて、その後に自分が乗る駅の緑の窓口から電話がかかってきて、空いてるか空いてないかを電話で言われるんですよね。でましてやその e チケットっていうか、そのネットチケットみたいなものは、もちろんSuicaとかみたいなのはなくて、直接窓口に行ってそこでチケットを買わないといけないんですよ。だからなんかで飛行機は当日もし飛行機に乗らなきゃいけないっていう時はしっかりとその車椅子対応してくれるんですよ。 LCC とかはちょっと違うんですけど、 JR アナとかだったら別当日でもネット予約もできるんですけど、今回そのイレギュラーがあって新幹線を急に使わなきゃいけないっていうことで、こういうことがあるんだなって知ったんですけど、でも急にどこかに行かなきゃいけなくなったっていうことってあるじゃないですか。でましてや車椅子の人たちってレンタカーなんて手動装置がついてないと乗れないから借りれないですし、じゃあタクシー介護タクシーだってそんなすぐに乗れるわけじゃないし、他県に行こうと思ったらタクシーなんてもう高くて乗れないし、じゃあ普通の鈍行って言うんですか、行こうと思ってもめちゃくちゃ時間かかるし、やっぱり新幹線を使わなきゃいけないっていう時ってあると思うんですよね。なのでそういった新幹線にいつでも乗れるというか、もっと乗りやすい予約の仕方っていうのを席を確保するだけじゃなくて、その前にやっぱ予約の仕方っていうのを私はもっと JR さんに考えていただきたいなと今回自分が体験して思いました。2年前くらいにその永田町事件ということでこうエレベーターに対してこうちょっと物申すみたいな動画を出した時に、直接自分で言えばいいじゃないか、自分でなんかそういう風な JR に電話して物申したらいいんじゃないかみたいなコメントもあったんですよ。でも一人の力って本当に弱くて全然受け付けてはもらえないんですよね。だからやっぱ団体の力というか、たくさんの人の声を届けた方がやっぱり変わりやすいっていう現実はあるので、なかなかこう新幹線使わないから分かんないよとか思う方もいるかもしれませんが、でも実際使うってなった時にやっぱり便利な方がいいわけじゃないですか。なので今回私のこの体験談を聞いて、予約チケットの予約方法をやっぱり当日予約がネットでできるようにした方がいいんじゃないか、なぜまず予約状況を教えてくれないのか、なんかそういったもし疑問とか、自分もこうしてほしいと思いますっていうようなご意見があったり、あと自分の体験談がもしあればコメント欄の方に書いていただきたいなと思います。でもしたくさんやっぱりあるのであれば、こうしっかりとね JR さんの方にもなんか提案できるような風にできたらいいかなと個人的には思ってますので、ぜひコメントの方よろしくお願いします。ということで、今回はちょっと JR さんもうちょっと考えてくださいよっていうお話でございました。はい、ではもしよかったらいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。